今回はファミリーマートのイクラと焼きホタテのおにぎりですね。こちらを食べていきたいと思います。青森県陸奥湾さんみたいですね。いや、美味しそうですね。早速切っていきますかね。イクラと焼きホタテですからね。入れましたけど、ホタテとイクラが申し訳程度に入ってる感じですかね。これどんなもんですかね。早速いただきたいと思いますね。いや、ホタテの出汁がご飯全体に染み渡ってて美味しいんですけどね。ちょっと値段が割高な感じがしますね。ちょっともうちょっといくらが欲しいところですけど、まあ、味自体は美味しいですね。いや、かなりこれ贅沢な一品ですね。美味しいんですよね。このイクラの感じとホタテのご飯の、ホタテの出汁がご飯に染み渡ってる感じがまたいいんですけどね。やっぱちょっと割高ですね。やっぱもうちょっとイクラが欲しいかなとですね。ホタテもやっぱりちょっと具が少ないですかね、値段の割にはですね。ちょっとそこが残念ですね。というところで、今回このファミリーマートのイクラと焼きホタテのおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。